皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の数学ミニ連立方程式の6回目、今回は連立方程式の式の中に括弧がある場合、この場合の解き方を説明していきます。2問を使って説明していきます。括弧のある連立方程式、これは分配法則を使って括弧を外して解いていきます。括弧1を見ると 3x プラス 4y は29、これを丸1として 4x マイナス2括弧 x プラス y 括弧閉じイコールマイナス4、これを丸2とすると、丸2の方が括弧がありますよね、ここの部分ですから、丸2の式の括弧を分配法則を使って外していきます。 4x マイナス2括弧 x プラス y イコールマイナス4括弧を外すと 4x マイナス 2x マイナス 2y イコールマイナス 4x の部分計算できますから、計算すると 2x マイナス 2y イコールマイナス4になりました。これを丸2のダッシュとする。そしてこの丸2のダッシュと丸1の式 x と y の係数、これを比べてみます。丸1の方 x の係数は3で y の係数は4ですよね。丸2のダッシュ、これ x の係数は2で y の係数はマイナス2マイナス2です。 x が3と2、 y は4とマイナス2ですよね。これ丸2のダッシュの方、これを2倍すると y の係数がマイナス4になって、丸1の方の y の係数の4と絶対値が揃うので、まず丸2のダッシュ、これを2倍してみますね。そうするとこういう式になります。 4x マイナス 4y イコール、もちろんこのマイナス4も2倍してマイナス8と、こうなりますよね。ここで x の係数は3と4、 y の係数は4とマイナス4と、こうなりました。 y の係数が絶対揃っています。符号を見ると、こちらは正の数、こちらは負の数ですよね。符号が違うので、この y を消すためには足し算をします、ね、今、丸2のダッシュ2倍したものと丸1を足し算します。つまり丸1足す丸2のダッシュかける2と、これをやるんですね。と 3x プラス 4y イコール29と、4x マイナス 4y イコールマイナスの8となって、足し算をすると 7x イコール21になりましたから、両辺を7で割ると x イコール3になりますね。この x イコール3を丸1の式に代入します。これ丸1へ代入と、サザンが9足す 4y イコール29になって、 4y イコール20、両辺を4で割ると5ですね。ですから y イコール5、こうなります。ですからこの連立方程式の解、これは x イコール3y イコール5、これが答えになるんですね。ではもう一問解いてみます。2番の問題です。3括弧 x プラス1括弧足す 6y イコール3、これを丸1、2括弧 x プラス 3y 括弧引く3イコールマイナス1、これを2番とします。
で、丸1、丸2、どちらの式にも括弧入っていますから、この2つの式、両方とも分配法則で括弧を外します。まず丸1からやりましょう。3括弧 x プラス1括弧プラス 6y イコール3括弧外すと 3x プラス3プラス 6y イコール3と、この3を移項するとこちらの部分 3x3 になって0になりますよね。つまり 3x プラス 6y イコール0と、これを丸1のダッシュにします。次は丸2の括弧外します。2括弧 x プラス 3y 引く3イコールマイナス1、分配法則で括弧外すと 2x プラス 6y マイナス3イコールマイナス1、このマイナス3を移項すると 2x プラス 6y イコールマイナス1たす3なので2と、これを丸2のダッシュとします。そしてここで丸1のダッシュと丸2のダッシュ x と y の係数を比べてみますね。 x の係数3と2です。 y の係数は6と6、あ、同符号で揃っていますね。この場合は2つの式を引き算してこの y を消しますね。丸1のダッシュ引く丸2のダッシュ、これをやるんですね。 3x プラス 6y イコール0、そして 2x プラス 6y イコール2となります。これ引き算すると x イコールマイナス2ですね。 x はマイナス2、こう出ました。次は、こちらの式、丸2ダッシュの方に、この x イコールマイナス2、ね、入れましょう。丸2ダッシュへ、これ代入します。そうすると、2かけるマイナス2ですから、マイナス4プラス 6y イコール2、移行すると、6y イコール2足す4になって6ですよね。両辺を6で割ると y イコール1となりますから、この方程式の解ですね。 x イコールマイナス2 y イコール1と、このように求めることができました。今回は連立方程式の中に括弧が入っている場合、この時の解き方についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。